口にかかってるね。当たりもあった。これは一回針のかかり方を確認してもらいましょう。すまんね。あ、どっちにしろ。ちょっとね、動画撮るけど。いや、これはでかいね。この上顎の、あ、取れちゃったけど、あのピンクのが見えたと思うんだけど、おっとっと、じゃあいいや、こいつは。いってらっしゃい。これは、70センチはいかねえか。60センチ、あ、でも70センチあるね、きっと。サイズは測らないです。いっぱいいるっていうのもあるけど、そんな大きい小さいをどうこう言ってもしゃあないんで、というわけでした。動画撮れたね。またこれ竿が地味に流されてますが、動画撮れたね。とりあえずちょっと言いたいこともあるんで、もう少しやりましょうか。動画も。今のは偶然当たりもあって、でちゃんと加えてくれた貴重な魚でした。本当貴重なのよ、マジで。あー、フック一発でした。で、どうしても口にかけたい。今のは偶然本当にかかったのよ、ラッキーなことにね。ただ偶然、本当にこれは当たりもあってコツコツっと加えてくれる魚ってのは本当に少ないので、フライがこれ、まあ巻き方知りたいっつんだったら教えるし、隠すもんじゃないけど、別に聞きもしない人に、わざわざ全公開をする必要はないと思ってますんで。ピンクと、まあ分かるでしょ、大体どういうフライだか。サイズは4番。フックは強化してるけど伸ばされた。そういうもんです。紅鮭の赤いのを見つけて今みたいに釣ると多分釣ると思うよ。俺の技術が至らないっていうのは正直認めるよ、マジで。だからこういう釣りしかないっていうのもあるけど、でも本当に偶然、今のはラッキーなのよ。で、場所っていうのもあるんだよね。浅瀬にいる場合っていうのは口に入りやすいの。
っぱり深い場所にいるとね、考えれば普通にわかるけど、まあ口にかかりづらいのよ。浅いところに赤いのを見つけて、そこでそれで今みたいにやるという調子。もうね、ここはね、いつも人いっぱいいるんだけど、今日は平日だからかな、上に2人だけしかいなかった。紅鮭の釣りは最高に楽しいんで、ものすごく楽しいです。特に背でこういう開けた場所じゃないところだと、今みたいに走らせて取るっていうのができないのね。そういうところでスナッキングでかけるでしょう。取れないよ、まず。本当に10匹かけて1匹取れるか、今のサイズだったら。そういう釣りなんだよ、スナックっつっても。場所によってはね。だからやりもしないで、見もしないで、知りもしないで批判してるやつはバカだよ。確かに口にかけた方が素晴らしい。でもね、70センチクラス、まあ今みたいなやつのととか60センチクラス、特に70センチになるとね、見たでしょ、太鼓幅、白い時を、銀色の時より引くのよ、本当に。そういう魚のね、手がかりっつうのはね、強烈だぞ、マジで。これはまあ、このリールははっきり言ってドラグは、これフルロックなんだけど、こういう感じで軽く回るんだよ。これをね、こうやって握って止めんのよ。そうしないとね、流れの速いところで手がかりだとね、一瞬で 10m 走んのよね。一瞬だよ、本当に。手を離したら 10m 行くのよ。引っ掛け釣りが、まあ例えばサクラマス、日本のサクラマスで引っ掛け釣りができたら俺は逆に尊敬するけど、ね、引っ掛け釣りは魚がいないとできないということを理解すべきだよ。魚のいる場所を見つけないとできないということを理解すべき。本当に今のは本当に偶然なのよ。口に加えてくれたのはコツコツって来たのね。でもね、それは本当に少ないの。何回も言うけどね。10分か、まあ、景色を見てみてよ。今日はね、最近雨続きだったんだけど、本当久しぶりに晴れてくれてさ、こういうところでさ、俺みたいなのにかかってくれる魚がいてさ、まあスナッキングっていうのはちょっとかっこ悪いかもしんないけど、たまに偶然口に入る時があんのよ、今みたいにね。本当に偶然なのよ。どんぐらいいるかっつうの分かっかな。相変わらず俺がやってることなんで技術はないです。ほら、わかるかな、画面で。こういう風にレッツがいてくれます。今の動画はね、露骨にスナッキングをやってたんだけど、かかった時はね、偶然当たりがあったの。しゃくってたでしょ、あれをずっとやってんの。ただこういう浅瀬になると、口に入る確率が上がんの。なんか2ヶ月間一生懸命いろいろやってみてさ、
なんか自分のやりたいことというかやれることっていうかさ、そういうのをどん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 狭めてってすごくなんかね苦しくなっちゃったのよ。でな、やっぱり歌詞録とかに行ってもキングはかかんなかったし、でそこでキーナに来てレッツに癒され、ずっとレッツに癒されてる。ほんとレッドサーモン最高だって、マジで。この魚の素晴らしさったらね、あのね、認める、これはアユと同レベルです。あのね、最高の釣りだと俺は思う、今までやってきた中で。アユとベニザケはもちろん違うけど、アユとベニザケは両方とも素晴らしい、俺はそう思う。今はなんか楽々取ってるように見えたし、楽々取ったんだけど、あれは口だからです。背中にかけてみろ、まずてめえらじゃ取れねえぞ。っていうぐらい引くの。確かに魚の意思に関係なく背中に引っ掛けるっていうのは良くないと思う、俺はね、今でも。でもやるよ俺は、良くないと思ってても。釣れないのはね辛いの、本当に。これは俺の弱い、俺が弱いだけなんだけど、こういうレッツがいてくれてさ、平均で70センチ、あ、60センチ。で、今みたいに大きいのだと70センチ近くあるのよ。それがこうやっていてくれんのよ。画面でわかるでしょ？赤いの全部そうだよ。アラスカに来たら、ほんと全部ね、そぎ落ちていくのよ。俺の中のこだわりとか、こうしなきゃいけないとか、そうするべきとか、そういうこだわりっていうのはいろいろあっても、俺はもちろん大事だと思ってるよ今でも。でもそれが苦しく感じたらね、こういう釣りもあって、おお、なんか元気に跳ねてんな。こういう釣りでも楽しんでいいんだと思う、俺は。楽しんでるし、俺自体はね。ほんと、これはね、間違ってもかっこいい動画ではないんで。でも偶然、本当にね、カメラを回すとアラスカのね出演者はね、やってくれるのよ、何かを。本当にこれはね、涙出るよ本当に。特にレッドサーモン最高だろ。そこで釣り方うんぬん文句言って何になんのよ。餌が癒やしいとか、ルアーフライが偉いとか、そんなもんはくだらないね。はっきり言う、くだらない。スナッキングをバカにするやつなんつうのも無知。まあ俺は批判されてもいいよ、いくらでも。いくらでも批判してください。今は本当に俺もさ、肩の荷が下りてさ、なんかああしなきゃいけない、こうしなきゃいけないっていうのは本当に苦しいんだよ。やっぱりまあ全部が全部さ、一人だから、一
一人で初めてアラスカに来たからっていうのを全ての理由にするつもりはないけど、ほんと2ヶ月間ねマジできつかったのよ。分かってくれとは言わないし、まあ同情してくれたらまあいいかなっていう感じかな。ちょっとなんかいいところがあったんで、たまにはね自分撮りもゆっくりしっかりやろうかな。20分動画セーフウェイで上がるかな。あ、ちょっとダメだな。最高だろ、ベニズだけほら。ほんと最高だって、やってみろって。やってみなくちゃわかんねえよ、これはマジで。やってみろ、アラスカに来てやってみろ。つまんねえもんなんかなくなっから、ほんとに。でたまにああやってくわえてくれる奇跡的な魚もいっから、ちっちゃいのでエッグパターンをまあ自分好みに巻けばいいんだよ。例えばの話ね、スナッキングを思いっきりやってるよ今俺はね。それで釣れた魚をさあ、口じゃなかった、それだけの理由で喜んじゃいけない理由にする必要はあるかね。俺はねえと思うぜマジで。魚釣りは魚に針を引っ掛けてもてあそぶ釣り、あの遊びだっていう考え方もあってさ、俺は別にそれに否定はしないのよマジでね。でこの俺の情報発信もさ、なんか最初から最後までスナッキングうるせえっていう風に思うと思うんだよ俺は。俺だったら思うしな。釣れでかかろうが口だろうが、口でも口の外から中だろうが中から外だろうが、かかってくれた魚に感謝することが何が悪いよ。俺はそう思うな。最高だろ、あんなにかっこいい魚がかかんだぞ。背中だったら強烈に引くんだぞ。何を文句言う必要があんのよ。でもね、分かってくれなくていいよ。これは俺の価値観。本当に、これは俺の価値観。アラスカに来て、本当ね、日本でいろいろやってた魚釣りのこだわり、そういうのがなんか本当に削ぎ落とされてさ、俺2年以上本当に魚じゃらしで釣れない釣りをひたすらやってたのね。だから最初はね、魚が釣れてもねなんかわけわかんないのよ本当に。
わけわかんないの。なんかね、あれ魚ってこんな感じみたいな。九頭竜川3週間釣りやって1匹もかけなかったとかさ、そういうのもいろいろやってるわけで、アラスカに来てやっぱりね、日本人でしばらく釣りをやってる人だったら、まあ当然だと思うんだけど、やっぱり引っ掛け釣りはやりたくないのよ。で、やっぱり周りで釣られて焦るっていうのも当然もちろんあるし、でもほんと最高だったよ。こういう釣り方もあるっていう一例として、これは俺は評価します。俺はね、批判はしない。だって俺がやってんだもん。ページの TCR の8番、それになんかわけわかんないリール、ラインは20ポンドの投資、どん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 削れていって、それで今これになった。ここはね、対岸にね、大先生が出る場所だからね。今はね、機内、水増えてんです。20センチぐらいかな。でね、ローアー機内はちょっとダメだな。俺の好みじゃない、濁ってんだよ。白濁りしてんだよ。俺嫌いなんだよね、濁ってる川。怖いし。例えば、こういう流木の上にさ、寝っ転がってボケっとするわけだよ。そういう時間ってよくねえか。俺はいいと思うな。で、足元にはなかなか映ってないんだけどさ、竹稚魚だろうね。パーマークがあるんだよ。そういう魚がさ、いっぱいいんだよ。ほんとちっちゃいんだよね。網抜けるな。こんぐらいのね、竹稚魚がいる。俺は今の、まあ自己正当化とか、そういういろいろ細かいものもね、あんまり、もう今更言いたくないんだけど、俺自身がこだわりがないからさ。ただこの釣りを癒やしいって思うのは、俺はもったいねえと思うのよ。ほんと、たまにかかるんだよ、口の中から外に。今みたいに奇跡だよ、あれ。ほんとに奇跡なんだよ。マジ奇跡なんだって。しつこいけど、あれはね、なかなかねえのよ。ほんとに偶然、ミラクルです、マジで。100匹かけて1匹いるかな、そんぐらい偶然。まあだからっつって動画をアップするわけじゃないけど、こういう景色です。アラスカです、本当に。俺には、まあ
キングサーモンは釣れないしさ、紅鮭しか釣れないけど、その紅鮭だけでもさ最高だぜ。本当に最高。魚釣りはもっと自由であるべきなんだと俺は思った。釣れない釣りをやって楽しいのもある。俺はやっててね、釣れない釣りでも楽しかったよ。でもどうにも苦しくなったら魚がかかりやすい釣り、釣れる釣り、餌でもルアーでもフライでも何でもいいから、もちろん引っ掛け釣りでもいいし、何でもいいから魚の引きを楽しむっていうのはね、魚釣りの醍醐味だよ。こういう景色の中で、例えばこういう景色の中でさ、こうギラ、こう目をギラギラさせてさ、釣るぞとかさ、そういうのは疲れるよ。本当に ちょっと長いけど、まあ誰もここまで見ないとは思うけどさ、楽しいよアラスカ。お前もやってみろよ。最高だぜアラスカ。あばよとか言ってみた。さて何分動画になったかね。35分ぐらいか。おう30分、まあ悪くねえな。まあここまで見たやつはバカだね。ほんと紅酒俺は大好きだ。アユと紅酒はね、俺は比べられねえ。アユも最高、紅酒も最高。じゃあなお前ら、俺は魚釣り楽しんでるぜ。ほんと俺はいろいろ理屈っぽいけど、楽しむが勝ち、楽しむが勝ちだぜ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 。苦しくなったら魚を釣りましょう。餌でも何でもいいから。それが魚釣りだぜ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 。といった具合です。最後にもう一度景色を一周して終わりにしたいと思います。まあ相変わらずああやって上から金持ちが流れてくるけどな。あの黄色いボートはね、釣りしてないんだわ。なんつうの、川下りをする方々、川下りをする人たちの方がねいい人多いよ。
手振るとね、手振り返してくれる、大体ね、川下りする人は。こういう景色、最後に一つだけ、情報とか価値観とかそういうものはね、まず自分でやってみようよ。でやってみて、例えば紅酒のスナッキングをやってみてさ、それで嫌だって思ったらやんなきゃいいのよ。でもね、楽しいって思ったらね、やりゃいいのよ。誰に許可を得るわけでもないの。それは一応口以外にかかった魚は全てリリースっていうことにはなってます。まあもちろん俺は口にかかったやつ以外も、まあ今はもう全部リリースしてるから。あのね、俺個人的な話なんだけどね、自分で釣った魚ってね、うまくねえんだよ、マジで。これはね、わけわかんないと思うよ。ほんと俺だけかな、自分で釣った魚はね、まずいのよ。それ紅酒もうまいんだけどさ、だいたい5口目ぐらいにはね、あんまりうまくなくなっちゃうのよ、自分で釣ると。自分で釣らないとうまいんだけど、やべえ、長えなこれ。でもほんと、なんかこのぐらい楽しくやってるっていうのをね、なかなか隣にもやっぱり伝えたいのよ、俺は。本当にいろんなものを周りから言われて、じゃあどうだとかダメだとか言われてても、自分で楽しいって思えるならいろんなことをやってみるのが、俺は素敵な、素敵、うん、素敵はちょっと違うかな。俺はそういう考え方になった。アラスカに来てみて2ヶ月と、まあアラスカでは2ヶ月ぐらいか、今やっと。こういう景色のもと、素晴らしい魚が偶然俺の変な針を口に引っ掛けてくれて、何を言う必要があるのよ。ほんとこの木の上にボケッと一日座っててもいいぐらいだよ、とか言って、まあ釣んだけどな。そこはさ、まあ釣り人の癒やしいところですよ。伝わるかな、ちょっと伝わってほしいな。これは魚釣りはね、もっと自由でいいの。もっと息苦しくないものでいいんだよ。自分で自分が楽しいことをするのが一番。釣れない釣りも奥深さがね、またあるから何とも言えないんだけど、魚釣りは釣れるのが一番とは言わない。ただ魚釣りの楽しみは釣れるから楽しい。長いからね、ここまでは別にもらわなくても構いませんので、まあ時間のある方だけにちょっと見てもらえればいいかな、見てもらえればっていうか聞いてもらえればいいかな。いろんなこだわりあります。今でも今はないかな。でも本当、魚釣りを楽しむ
楽しい魚釣りを、釣れる魚釣りを楽しむというのは僕は結構大事だと思うのよ。だからこんなに長い時間喋ってるわけさ。釣れなくなったら釣ってみましょう。アラスカには見事な野生がしっかりと、僕みたいな人間でも相手をしてくれます。それをありがとうと言って何が悪いのでしょうか。本当感動します。マジで泣きかけます。そんなわけでした。ではまた。僕はもうちょっと紅鮭に相手をしてもらいますので、それではまた。バイバーイ。でした。バイバイ。